はい、クズオチャンネルへようこそ。じゃ、この番組はですね、お菓子の人からお菓子のアドバイスをもらってですね、社会で戦う、ビジネスパーソンを応援します。ビジネスの場でね、役立つ、ブドウ思考という武器をですね、たくさん紹介していきますので、ぜひ役立ててください。お願いします。お願いします。それでは今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、ついに、ブドウ思考セミナーの第2弾ですね、実施が決まりました。11月15日ですね、場所は OBP アカデミアです、はい、2時から開催します。で、今回もですね、オンラインで、同時開催ということになりますので、当日ね、来れない方もですね、オンラインでの参加っていうところで、ぜひ来ていただければなというふうに思っているんですが、今回はですね、テーマを、まあ、割とこうビジネス寄りに寄せました、うん、はい。というのもですね、まあ、あの前回お話しいただいた中で、まあ、当然ブドウの話もあったんですが、まあ、辻村さんの仕事の話ですね、はい、まあ、コンビニエンスストアの話、うん、ね、いろんな話、ここでしか聞けない話もいっぱい聞きましたけども、はい、ちょっともう本当に信じがたい話もいろいろ聞きましたけども、はい、まあ、であるとか、まあ、屋台の話とかね、はいはい、話をこうしていただいて、そこもすごく面白くてですね、ちょっとそこもっと広げたい、もっと聞きたいなみたいなところがあったんで、はいはい、まあ、我々もやっぱりこうビジネスの世界でね、やっぱり屋台っていうのが、やっぱりマーケティングの原点だみたいな話もやっぱあるんで、はい、ぜひぜひね、その辺の話をこうしていただきたいなというふうに思ってるんですが、はい、どうでしょう、皆さんにはどんなことをこう期待していただいていいですかね、今回は。笑いを届けます。はい、まあ、みんながまあ屋台がやりたくなるように、はいはい、うん、頑張っていきます。本当ですか、はい、あんまりじゃあ多く語らないんですね今日は。動画で残るとね。あの、ということですね、まあ、あの本当にあの前回もそうですけど、まあ、こんな感じでやり取りしながらですし、うん、会場の人とか今回はね、オンラインの人にも意見聞きながらですね、まあ、こう双方向でいろいろな話膨らましていきながら進めていきたいなというふうに思っています。本当にですね、来ていただければ分かりますけれども、今の話です、はい、よく言う世間で言われている、まあ、アカデミックな話ではなくて、本当に今現実で起こっている話の中での、うん、教訓だったりしますので、すぐにビジネスに役立ついっぱいそんな要素がありますので、ぜひですね、 OBP アカデミアの方に来ていただくか、オンラインでの参加ですね、お待ちしてます。よろしくお願いします。よろしく。